つ 400m リレー決勝が行われます。この種目の日本記録は37秒43、大会記録は39秒13です。準決勝の結果を見ますと、39秒台のチームは2つ、39秒78の静岡は5レーン、第5レーン、39秒97の三重は第4レーンを走ります。静岡は予選、準決勝ともに39秒台をマークし、安定した走りを見せています。三重は予選、準決勝とタイムを伸ばしてきました。愛知、埼玉、東京は男女揃っての決勝出場です。また他の6チームも40秒台前半のタイムです。東京が連覇するのか、どのチームが勝つのか、接戦が予想されます。本日最終種目です。青年少年男子共通 400m リレー決勝、第1レーン福岡、宮崎くん、大瀬戸くん、南山くん、下原くん、第2レーン愛知、舘野くん、本郷くん、小田くん、遠藤くん、第3レーン埼玉、松田くん、武田くん、北川くん、岩本くん、 第4レーン三重、中山くん、林くん、川端くん、矢橋くん、第5レーン静岡、宮城くん、中村くん、飯塚くん、北川くん、第6レーン東京、片山くん、安田くん、栗木くん、高橋くん、第7レーン宮崎、水久保くん、木下くん、本田くん、失礼しました、星田くん、池下くん、第8レーン長野、中野くん、レイレイブルノくん、落合くん、越山くん、第9レーン新潟、田原くん、鈴木くん、斉藤くん、船越くん、以上9チームの出場です。
着宮崎40秒01、2着三重40秒02。黄色い旗が待っておりますので正式結果をお待ちください。Thank you.
山くん。ありがとうございます。